夏目漱石作「坊っちゃんその第一回第一章親譲りの無鉄砲で子供の時から損ばかりしている小学校にいる自分学校の二階から飛び降りて一週間ほど腰を抜かしたことがあるなぜそんなむやみをした?」と聞く人があるかもしれぬ。 別段深い理由でもない。新築の2階から首を出していたら、同級生の一人が冗談に、いくら威張っても、そこから飛び降りることはできまい。弱しやーいと生やしたからである。小遣いにおぶさって帰ってきたとき、親父が大きな目をして、2階ぐらいから飛び降りて腰を抜かすやつがあるか。 と言ったからこの次は抜かさずに飛んでみせますと答えた神類の者から西洋製のナイフをもらってきれいな刃を火にかざして友達に見せていたら一人が「光ることは光るが切れそうもないな」と言った「切れぬことがあるか本でも切ってみせる」と受け合ったそんなら 君の指を切ってみろと注文したから。なんだ、指ぐらい。この通りだ右の手の親指の甲をハスに切り込んだ。幸い、ナイフが小さいのと、親指の骨が硬かったので、いまだに親指は手についている。しかし、傷跡は死ぬまで消えぬ。庭を東へ20歩に行き尽くすと、 南上がりにいささかばかりの菜園があって真ん中に栗の木が一本立っているこれは命より大事な栗だ身の熟する自分は起き抜けに瀬戸を出て落ちたやつを拾ってきて学校で食う菜園の西側が山城屋という質屋の庭続きでこの質屋に勘太郎という十三子のせがれがいた勘太郎は 無論、むろん弱虫である。弱虫のくせに、つ爪垣を乗り越えて栗を盗みに来る。ある日の夕方、折戸の陰に隠れてとうとう勘太郎を貫いてやった。その時勘太郎は逃げ道を失って、一生懸命に飛びかかってきた。向こうは二つばかり、年上である。弱虫だが力は強い。 蜂の開いた頭をこっちの胸へ当ててぐいぐい押した拍子に、勘太郎の頭が滑って、俺の合わせの袖の中に入った。邪魔になって手が使えぬから、むやみに手を振ったら、袖の中にある勘太郎の頭が、右左へぐらぐらなびいた。しまいに苦しがって袖の中から、俺の二の腕食いついた。痛かったから、勘太郎を垣根へ押し付けておいて、 足柄をかけてて向こうへ倒してやった。山城屋の地面は菜園より六尺型低い勘太郎は四つ目がきを半分崩して自分の領分へ真っ逆さまに落ちてグっといった勘太郎が落ちる時に俺の合わせの片袖がもげて急に手が自由になったその晩母が山城屋に詫びに行ったついでに 合わせの片袖も取り返してきた「このほかいたずらはだいぶやった」「大工の金子と魚屋の角を連れて模索の人参畑を荒らしたことがある」「人参の芽が出そろわぬところへ藁が一面に敷いてあったからその上で三人が半日相撲を取り続けに取ったら人参がみんな踏みつぶされてしまった」 古川の持っている田んぼの井戸を埋めて尻を持ち込まれたこともある。太い妄想の節を抜いて深く埋めた中から水が湧き出てそこいらの稲に水がかかる仕掛けであった。その自分はどんな仕掛けか知らぬから石や棒ち切れをぎゅうぎゅう井戸の中へ差し込んで水が出なくなったのを見届けて家へ帰って飯を食っていたら 古川が真っ赤になって怒鳴り込んできた確か罰金を出して済んだようである親父はちっとも俺を可愛がってくれなかった母は兄ばかりひいきにしていたこの兄はやに色が白くって芝居の真似をして女形になるのが好きだった俺を見るたびにこいつはどうせろくなものにはならない と、親父が言った。乱暴で乱暴で、行く先が案じられる。と母が言った。あるほど、ろくなものにはならない。ご覧のとおりの始末である。行く先が案じられたのも無理はない。ただ、懲役に行かないで生きているばかりである。母が病気で死ぬ、2、3日前。 台所で宙返りをしてへっついの角であばら骨を打って大いに痛かった母が大層怒って「お前のようなものの顔は見たくない」と言うから神類へ泊まりに行ってきたするととうとう死んだという知らせが来たそう早く死ぬとは思わなかったそんな大病ならもう少しおとなしくすればよかったと思って帰ってきた そうしたら、例の兄が、俺を親不幸だ。俺のために、おっかさんが早く死んだんだと言った。悔しかったから、兄の横っ面を張って、大変叱られた。母が死んでからは、親父と兄と三人で暮らしていた。親父は、何にもせぬ男で、人の顔さえ見れば、貴様はダメだダメだと、口癖のように言っていた。 何がダメななんだかか今に分からない。妙な親父があったもんだ。兄は実業家になるとか言ってしきりに英語を勉強していた。元来女のような性分でずるいから仲が良くなかった。10日にいっぺんくらいの割で喧嘩をしていた。ある時将棋を指したら卑怯な待ち駒をして人が困ると嬉しそうに冷やかした。 あんまり腹が立ったから手にあった汽車を眉間へ叩きつけてやった眉間が割れて少々血が出た兄が親父に言いつけた親父が俺を感動すると言い出したその時はもう仕方がないと観念して先方の言う通り感動されるつもりでいたら十年来召使っている清という下女が泣きながら親父に謝って ようやく親父の怒りが解けた。それにもかかわらずあまり親父を怖いとは思わなかったかえってこの清という下女に気の毒であったこの下女は元由緒のあるものだったそうだが瓦解の時に連落してつい奉公までするようになったのだと聞いているだからばあさんであるこのばあさんがどういう因縁か 俺を非常に可愛がってくれた。不思議なものである。母も死ぬ三日前に愛想を尽かした。親父も年中持て余している。町内では乱暴者の悪太郎と妻はじきをする。この俺をむやみに珍をしてくれた。俺は到底人に好かれる太ちでないと諦めていたから、他人から木の端のように取り扱われるのは何とも思わない。 帰ってこの清のようにちやほやしてくれるのを不審に考えた清は時々灰所で人のいない時に「あなたはまっすぐでよいご気性だ」と褒めることが時々あったしかし俺には清の言う意味が分からなかったいい気性なら清以外のものももう少しよくしてくれるだろうと思った 清がこんなことを言うたびに「俺はお世辞が嫌いだ」と答えるのが常であったするとばあさんは「それだから良いご気性です」と言っては「嬉しそうに俺の顔を眺めている自分の力で俺を製造して誇っているように見える少々気味が悪かった母が死んでからキヨはいよいよ俺を可愛がった」 時々は子供心になぜあんなに可愛がるのかと不審に思った「つまらないよせばいいのに」と思った気の毒だと思ったそれでもキヨは可愛がる折りは自分の小遣いで金ツバや購買焼きを買ってくれる寒い夜などはひそかにそば粉を仕入れておいていつの間にか寝ている枕元へ蕎麦湯を持ってきてくれる 時には鍋焼きうどんさえ買ってくれたただ食い物ばかりではない靴旅ももらった鉛筆ももらった帳面ももらったこれはずっと後のことであるが金を3円ばかり貸してくれたことさえある何も貸せと言ったわけではない向こうで部屋へ持ってきてお小遣いがなくてお困りでしょうお使いなさいと言ってくれたんだ 俺は無論いらないと言ったがぜひ使えと言うから借りておいた。実は大変嬉しかった。その三円を釜口へ入れて懐へ入れたなり便所へ行ったらすぽりと硬貨の中へ落としてしまった。仕方がないからのそのそ出てきて実はこれこれだと清に話したところが清は早速竹の棒を探してきて取ってあげますと言った。 しばらくすると井戸端でザーザー音がするから出てみたら竹の先へ釜口の紐を引きかけたのを水で洗っていたそれから口を開けて一円札を改めたら茶色になって模様が消えかかっていた清は火鉢で乾かして「これでいいでしょ」うと出したちょっと嗅いでみて「臭いや」と言ったら それじゃあお出しなさい取り替えてきてあげますから」とどこでどうごまかしたか札の代わりに銀貨を三元持ってきたこの三円は何に使ったか忘れてしまった今に返すよと言ったぎり返さない今となっては十倍にして返してやりたくても返せない清が物をくれる時には 必ず親父も兄もいない時に限る。俺は何が嫌いだと言って、人に隠れて自分だけ得をするほど嫌いなことはない。兄とは無論仲が良くないけれども、兄に隠して清から歌詞や色鉛筆をもらいたくはない。なぜ俺一人にくれて、兄さんにはやらないのかと清に聞くことがある。すると清は済ましたもので。お兄様は お父様が勝手をあげなさるからかまいません」というこれは不公平である親父は頑固だけれどもそんなえこひいきはせぬ男だしかし清の目から見るとそう見えるのだろう全く愛に溺れていたに違いない元は身分のあるものでも教育のないばあさんだから仕方がない単にこればかりではない ひいきめは恐ろしいものだ。ひよは俺をもって将来立身出世して立派なものになると思い込んでいた。そのくせ勉強をする兄は色ばかり白くってとても役には立たないと一人で決めてしまった。こんなばあさんに会ってはかなわない。自分の好きなものは必ず偉い人物になった。 嫌いな人はきっと落ちぶれるものと信じている。俺はその時から別段何になるという了見もなかった。しかし清がなるなるというものだからやっぱり何かになれるんだろうと思っていた。今から考えるとバカバカしい。ある時などは清にどんなものになるだろうと聞いてみたことがある。ところが清にも別段の考えもなかったようだ。 ただ、手車へ乗って、立派な玄関のある家をこしらえるに相違いないと言った。それから清は、俺が家でも持って独立したら、一緒になる気でいた。どうか置いてください、と何べんも繰り返して頼んだ。俺もなんだかうちが持てるような気がして、うん、置いてある、と返事だけはしておいた。ところが、この女はなかなか 想像の強い女で「あなたはどこがお好き麹町ですか麻布ですかお庭へブランコをおこしらへ遊ばせ」「西洋間は一つでたくさんです」などと勝手な計画を一人で並べていたその時は家なんか欲しくも何ともなかった西洋館も2本建ても全く不要であったからそんなものは欲しくない といつでもキヨに答えたすると「あなたは欲が少なくって心がきれいだ」と言ってまた褒めた「清は何と言っても褒めてくれる」「母が死んでから56年の間はこの状態で暮らしていた」「親父には叱られる」「兄とは喧嘩をする」「清には歌詞をもらう」「時々褒められる」 別に望みもない。これでたくさんだと思っていた。他の子供も一概にこんなものだろうと思っていた。ただ清が何かにつけて「あなたはおかわいそうだ。不幸せだ。」とむやみに言うものだからそれじゃあかわいそうで不幸せなんだろうと思った。その他に苦になることは少しもなかった。ただ親父が。 小遣いいをくれないには並行した。「母が死んでから6年目の正月に親父も卒中で亡くなったその年の4月に俺はある私立の中学校を卒業する6月に兄は商業学校を卒業した兄は何とか会社の九州の支店に口があって行かなければならん。 俺は東京でまだ学問をしなななければならない兄は家を売って財産を片付けて認知へ出立すると言い出した。俺はどうでもするがよかろうと返事をした。どうせ兄の厄介になる気はない。世話をしてくれるにしたところで喧嘩をするから向こうでも何とか言い出すに決まっている。甘じい保護を受ければこそこんな兄に頭を下げなければならない。 牛乳配達をしても食ってられると覚悟をした兄はそれから道具屋を呼んできて先祖代々のガラクタを二束三文に売った家屋敷はある人の終戦である金満家に譲ったこの方はだいぶ金になったようだが詳しいことは一向知らぬ俺は1ヶ月以前からしばらく前途の方向のつくまで 神田の小川町へ下宿していた清は十何年いたうちが人手に渡るのを大いに残念あったが自分のものでないからしようがなかった「あなたがもう少し年をとっていらっしゃればここがご相続ができますもの」としきりに口説いていた「もう少し年をとって相続ができるものなら今でも 相続ができるはずだばあさんは何にも知らないから年さえ取れば兄の家がもらえると信じている兄と俺はかように別れたが困ったのは清の行く先である兄は無論連れて行ける身分でなし清も兄の尻にくっついて九州組んだりまで出かける気は毛とうなしと言ってこの時の俺は四畳半の安下宿にこもって それすらもいざとなれば直ちに引き払わねばならぬ始末だ。どうすることもできん。清に聞いてみた。どこかへ奉公でもする気かねと言ったらあなたがお家を持って奥様をおもらいになるまでは仕方がないからおいの厄介になりましょう。とようやく決心した返事をした。このおいは裁判所の初期でまず 今日には差し支えなく暮らしていたから今までも清に来るなら来いと二三度進めたのだが清はたとえ下女暴行はしても年来住み慣れたうちの方がいいと言って応じなかったしかし今の場合知らぬ屋敷へ方向替えをしていらぬ気兼ねをしなぼすより老いの厄介になる方がましだと思ったのだろうそれにしても 早くうちをもての才をもらえの来て世話をするのという親身の老いよりも他人の俺の方が好きなのだろう九州へ立つ二日前兄が下宿へ来て金を六百円出して俺を資本にして商売をするなり学士にして勉強をするなりどうでも随意に使うがいいその代わりあとは構わない。 兄にしては関心なやり方だ。何の六百円ぐらいもらわんでも困りはせんと思ったが、A に似ぬ淡泊な処置が気に入ったから、礼を言ってもらっておいた。兄はそれから五十円出して、これをついでに清に渡してくれと言ったから、意義なく引き受けた。二日たって、新橋の停車場で別れたぎり、兄にはその後、一遍も会わない。 俺は六百円の使用法について寝ながら考えた。商売をしたってめんどくさくってうまくできるものじゃなし。ことに六百円の金で商売らしい商売がやれるわけでもなかろう。よしやれるとしても、今のようじゃ人の前へ出て教育を受けたと言われないから、つまり損になるばかりだ。資本などはどうでもいいから、これを学士にして勉強してやろう。 600円を3に割って1年に200円ずつ使えば3年間は勉強ができる3年間一生懸命にやれば何かできるそれからどこの学校へ入ろうと考えたが学問は将来どれもこれも好きでないことに語学とか文学とかいうものはまっぴらごめんだ「新大使などと来ては20行あるうちで1行もわからない」。 どうせ嫌いなものなら何をやっても同じことだと思ったが幸い物理学校の前を通りかかったら生徒募集の広告が出ていたから何も縁だと思って規則書きをもらってすぐ入学の手続きをしてしまった今考えるとこれも親譲りの無鉄砲から起こった失策だ3年間 まあ人並みに勉強はしたが別段立ちのいい方でもないから席順はいつでも下から勘定する方が便利であったしかし不思議なもので3年たったらとうとう卒業してしまった自分でもおかしいと思ったが苦情を言うわけもないからおとなしく卒業しておいた卒業してから8日目に校長が呼びに来たから 何かか用だろうと思っってて出かけて行ったら四国あたりのある中学校で数学の教師がいる月給は四十円だが行ってはどうだという相談である俺は三年間学問はしたが実を言うと教師になる気も田舎へ行く考えも何もなかったもっとも教師以外に何をしようというあてもなかったからこの相談を受けた時 行きましょうと即席に返事をした。これも親譲りの無鉄砲がたたったのである。引き受けた以上は不任せねばならぬ。この三年間は四畳半に撤居して小言はただの一度も聞いたことがない。喧嘩もせずに済んだ。俺の生涯のうちでは比較的のんきな事節であった。しかし、 こうなななると畳半も引き払わなければならん生まれてから東京以外に踏み出したのは同級生と一緒に鎌倉へ遠足した時ばかりである今度は鎌倉どころではない大変な遠くへ行かねばならぬ地図で見ると海浜で針の先ほど小さく見えるどうせろくなところではあるまいどんな町でどんな人が住んでるかわからんわからんでも 困らない心配にはならぬただ行くばかりである夫も少々めんどくさい家を畳んでからも清のところへは折々行った清の甥いというのは存外結構な人である俺が行くたびに折りさえすれば何くれともてなしてくれた清は俺を前へ置いていろいろ俺の自慢を追いに聞かせた 今に学校を卒業すると麹町辺りへ屋敷を買って役所を通うのだなどと吹聴したこともある一人で決めて一人で喋るからこっちは困って顔を赤くしたそれも一度や二度ではない折々俺が小さい時寝召弁をしたことまで持ち出すのには並行した老いは何と思って清の自慢を聞いていたかわからぬただ清は 昔風の女だから自分と俺の関係を封建時代の主従のように考えていた自分の主人なら老いのためにも主人にそういないとがてんしたものらしい老いこそいい面の皮だいよいよ約束が決まってもう立つという三日前に清を訪ねたら北向きの三条に風邪をひいて寝ていた俺の来たのを見て 起き直るが早いか。「坊っちゃんいつお家をお持ちなさいます?」と聞いた「卒業さえすれば金が自然とポッケットの中に湧いてくると思っている」「そんなに偉い人を連まえてまだ坊っちゃんと呼ぶのはいよいよ馬鹿げている」「俺は単観に当分うちは持たない田舎へ行くんだと言ったら非常に失望した様子で ごま塩の瓶の乱れをしきりに撫でた。あまり気の毒だから、行くことは行くが、時期帰る。来年の夏休みにはきっと帰る。と慰めてやった。それでも妙な顔をしているから、ニをお土産に買ってきてやろう。何が欲しいと聞いてみたら、エチゴの笹飴が食べたい。と言った。 越後の笹飴なんて聞いたこともない。第一方角が違う。俺の行く田舎には笹さあめはなさそうだ。と言って聞かしたら、そんならどっちの剣道ですと聞き返した。西の方だよ。と言うと、箱根の先ですか手前ですかと問う。随分持て余した。 出発の日には朝から来ていろいろ世話を焼いた来る途中小間物屋で買ってきた歯磨きと用事と手ぬぐいをズックのカバンに入れてくれた「そんなものはいらない」と言ってもなかなか承知しない車を並べて停車場へ着いてプラットフォームの上へ出た時車へ乗り込んだ俺の顔をじっと見て「もうお別れになるかもしれません」 ずいぶんごきげんよ」と小さな声で言った目に涙がいっぱい溜まっている「俺は泣かなかったしかしもう少しで泣くところであった」「汽車がよっぽど動き出してからもう大丈夫だろうと思って窓から首を出して振り向いたらやっぱり立っていたなんだか大変小さく見えた」 第二章ブルルルッと言って気仙が止まると橋気が岸を離れてこぎ寄せてきた船頭は真っ裸に赤ふんどしを占めている野蛮なところだ最もこの暑さでは着物は着られまい日が強いので椅子が矢に光る見つめていても目がくらむ事務員に聞いてみると 俺はここへ降りるのだそうだ夏目漱石作ぼっちゃんその第一回第二章途中まで